なんとこの蜂蜜だけでも5万円以上の価値があります。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は日本蜜蜂を飼う前に知っておきたいことを6個紹介したいと思います。日本蜜蜂の養蜂に興味がある、日本蜜蜂飼ってみたいな、でも飼育の手間や費用もかかりそうだし資格や免許も必要なんじゃないか、こんな風に悩まれていませんか？飼育を始めてから調べればいいやと後回しにしてしまうとトラブルや後悔の元になりますので、最低限のポイントは飼育前に押さえておく必要があります。とは言っても初心者の方にはわからないことも多いと思います。そこで今回は飼育歴20年以上の週末予報が日本蜜蜂を飼う前に知っておきたいポイントをしっかりお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。日本蜜蜂の蜂蜜はとても貴重で美味しい。日本蜜蜂の蜂蜜はとても美味しいです。初めて食べた時は濃厚さにとてもびっくりしました。蜂蜜ってどちらかというとあっさりしているイメージだったんですが、日本蜜蜂の蜂蜜は全然違いました。すっごく甘い香りがして、味は普通の蜂蜜より味わい深くてとても濃厚です。トーストに塗ったりクラッカーにのせたりおつまみのチーズにかけるともう最高です。コーヒーに入れても蜂蜜の風味が負けないのでコーヒーに入れるのもおすすめです。日本で販売されている蜂蜜のうちなんと 94% は外国産です。国産のものも実はほとんどが西洋蜜蜂のもので、日本蜜蜂の蜂蜜はめったにありません。世界各国の蜂蜜を取り揃えた蜂蜜専門店でも日本蜜蜂の蜂蜜を見つけることは難しいです。実際にですね、最近関西や東海地方の蜂蜜専門店に10店ほど行ってみたんですが、日本蜜蜂の蜂蜜が置いてあるのは2店舗だけでした。日本蜜蜂の蜂蜜はとっても希少で、日常生活では目にする機会もほとんどありません。その希少性から日本蜜蜂の蜂蜜は 1g あたり10円から20円前後の高値で販売されることが多く、西洋蜜蜂の国産蜂蜜よりも何倍も高い値段で販売されています。日本蜜蜂を飼育することで秋には5キロから10キロほどの蜂蜜が取れますが、なんとこの蜂蜜だけでも5万円以上の価値があります。お友達やご近所さんにお裾分けするととても喜ばれるので、ぜひプレゼントしてみてはいかがでしょうか。週末予報チャンネル、日本蜜蜂の飼育手間いらず。日本蜜蜂は野生の蜜蜂なので基本的に人間が世話をしなくても生きていけます。週末予報で行っている方法は、小鳥が巣箱に巣を作るような自然に近い状態で飼育するので、基本的に放任しておけばよく、お世話は月に1回程度の点検で十分です。また蜂蜜の採取は基本的に年1回行います。気になって巣箱を頻繁に開けたり閉めたりしてしまう方がいらっしゃいますが、巣箱を持ち上げたり傾けたりすることは日本蜜蜂の負担になってしまいます。最悪の場合、外敵を恐れた日本蜜蜂が逃亡してしまうこともあるので、何もせずそっとしておくことが良いです。お金があまりかからない。蜜蜂の飼育には巣箱の購入や管理でお金がかかるというイメージを持たれていませんか？実は日本蜜蜂の養蜂ではほとんどお金はかかりません。こちらが日本蜜蜂の養蜂にかかる費用の内訳です。日本蜜蜂は野生の群れを捕まえて飼育するので購入する必要はありません。まず用意するのは巣箱です。手作りすれば数千円で準備することができます。実際にほとんどの人は自宅しています。巣箱を置くだけでは捕獲は難しいので、日本蜜蜂を呼び寄せる誘引剤を使います。これは4000円程度で購入することができます。また日本蜜蜂が入居した後も餌を与える必要がないため費用がかかりません。さらに蜂蜜を採取する道具も台所用品やホームセンター用品で代用することができます。日本蜜蜂の捕獲の見込みを上げるためには巣箱をたくさん用意した方が確率が上がりますが、用意すればするほど費用はかかります。ただ先ほどご紹介したように日本蜜蜂の蜂蜜はとても高価なので、一群れ飼育して蜂蜜が取れるだけでも元が取れてしまいます。週末予報チャンネル、意外と身近にいる日本蜜蜂。日本蜜蜂は絶滅危惧種であると言われることがありますが、
現時点では近いうちに絶滅が危惧されるような状況ではありません。日本ミツバチは都会にも生息していて、東京の新宿御苑や大阪の大阪城でも野生の巣が見つかっています。自然が豊かではない場所でも生息しています。自分の家の周りに日本ミツバチが生息しているかわからないという方も多いと思いますが、生息している可能性が高いです。週末予報が活動している地域の状況から考えて、1平方キロメートルの範囲に数ミリ程度生息しているのではないかと思います。このように日本ミツバチは比較的どこにでもいる身近な昆虫と言えます。ただし北海道と沖縄には日本ミツバチは生息していません。また淡路島や小豆島、対馬、奄美大島、種子島、屋久島などの大きな離島には生息していますが、一部の離島には生息していません。資格も免許も必要ない、でも届け出は出しましょう。実は日本ミツバチの飼育には資格や免許を取得する必要はなく、飼育へのハードルは低いです。ただ飼育届を提出する必要がありますので、お住まいの地域の自治体で事前に確認するようにしてください。飼育届を出す目的は花の蜜を奪い合わないように近くの養蜂家さんとの配置調整を行うためや、ダニや病気の拡散を防ぐためです。ただし個人の自宅の前で数棟飼育をするような場合は大変小規模であるため、配置の調整が必要になることはあまりないようです。また大阪府のように条例で養蜂が行える場所について厳しい制限がある場合もあるので、こちらについてもお住まいの地域の自治体で事前に確認するようにしてください。このように個人が趣味で飼育をするときは法律での規制はあまりなく、意外と始めやすいのですが、一番の問題は近所迷惑です。住宅地では養蜂による近所迷惑が起こりやすいので、決して行わず安全な場所を確保するようにしてください。週末養蜂チャンネル。養蜂していたらいつか必ず刺される、危険が及ぶ可能性があることをしっかり理解しておきましょう。実は私もミツバチに刺されたことがあります。ミツバチに刺されるのは不意打ちで注射を打たれるような感じです。ミツバチの針はとっても細いんですが、かなりチクッとしますね。いつ刺されるかタイミングもわからないので、急に刺されるとかなりびっくりします。私の場合は人差し指のこの辺を刺されたんですが、頑張って曲げてもこのくらいまでしか曲がらないほど腫れました。いくら日本ミツバチがおとなしいと言っても、内部の点検や蜂蜜の採取を行っているといつか必ず刺されてしまいます。刺された時の症状には個人差があって、蚊に刺された程度の腫れで済む人もいれば、病院に行かなければならないほど症状が悪化してしまう人もいます。最悪の場合、ミツバチに刺された際にアナフィラキシーショックを起こしてしまい、死に至る可能性もあります。そのためミツバチに刺されることがないように防護服を着用することはもちろん、家族だけではなく近所の方にも危険が及ぶ可能性があるということをしっかり理解して飼育するようにしましょう。人が近づく恐れがある場所などでは柵を設置するなどの対策を行ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本ミツバチに関することや飼育方法などを発信しています。この動画が面白かったらチャンネル登録や高評価、そしてコメントをぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。